純パイセン、光パイセン、行くぜ。オッケー、戦争セット、レッツゴーオン。超電子バリマン。世代的には同じくらい、同い年。ああ、それ超攻めてもの救うじゃないですかっていうか、もう本当にスミちゃんよかったですよね、うん、それ思いますよね、うん、あのね、ゆきちゃんもとても尊敬できるし、はい、でも割とここの人だったもん、あの初代芸能っていうのが本当に、まあ、プロ意識高いけど、いなくなってくると、うん、プロ意識高くて本当にもうあの台本読み込んでいなくなっちゃった確かに、プロ意識高くなくなっちゃいましたねもう次に入ってきたのスミちゃん、あの、ジュンはあのなんか、ビツ編みしてバンダナつけてなんか、じいちゃんのこう、ミニスカート履いてウエスタンブーツ履いてアマゾネスみたいな、うんって最初、うんと思って、それまで、で、あの、守られていたのにイエローに、はい、後輩来ちゃって、だから自分がどうしていいのか分かんなくなっちゃったところもあって、はい、だとかキャラ変更が始まって、うん、なるほど、はい、そうですね、守られてた側からそうもう一緒 の、 あの、うん、要は土俵に行くみたいなこと、出演決まった時に戦わないって言われたのに、あのお友達になってなんか巻き込まれるように2人で戦うことになって、だから最後の方になんか結構やらされてめっちゃ敵投げてましたもんね、そう、うん、得点とかしちゃってでもまあ、でも逆に楽しかったし一緒にできてね、本当にあのスミちゃん良かったなと思って。スミさんもスミさんで、ね、入ってきた時とかってやっぱりなんかちょっとなんだろう、役演じていく上でやっぱ不安も多分あったと思うんですけれども、だってやったことないっていう風にさっき、だからあのアクションやってる方が楽しかった、あほぼほぼアクションだったよね、なんかずっとまだアクションやってるんだっていう撮影してみてて、ね、結構大きなアクションもやらせてるので、すごいそれは嬉しかった。城ヶ崎のあの ね、 ねあのターザンで、ターザンあんなこと今やっちゃうじゃん、今やっちゃ絶対だめだよね、と思って、1年間やっててそれでも大変だったのに、なんかバイオマンのその話を聞けば聞くほどよくぞそこを乗り越えられたっていうふうにやっぱ思いますね。そうだから、なんていうのかな、だからなんか仲良かったのかもしれない。あなんかね、こう一緒になんかこのトラブルを乗り越えたところもあるし、そうだよね、そうだからスタッフの皆さんもそうなんだけど、うん、だから本当に最後の撮影ってお泊まりロケだったりするじゃないですか、もう本当に泣いて、なぜかすっごい覚えてんだけど、なんてか分かんないけど2人でマイウェイをしたなんて号泣した号泣、みんなの前、スタッフがみんなにいる前で青春で、2人でマイウェイだって号泣する、青春ですね、なんでマイウェイだったんだろう、なんでなんすかね、おのおのの道行きたかったんですかね、これね。ちょっと思い出して、涙出ちゃいますなんかね、なんかね、本当になんかこう一つの戦いを終えたような感じだったし、最後って、あのほら、人に、あの、スーツに入りました、入りました、やっぱりずっとやっぱね、いつから始まったのか分かんないけど、いつから入ってたんだろうね、ねえ、バイオマンの時もあったんですよね、そうだ、はい、だから、はい、あの時に、兵隊さんがピンクの中身、武田さんなんです、私は、はい、で、二人で盾を考えていいってやつで、うん、やりながら、もう号泣、アフレコでも号泣、もうなんかもう本当そう、アフレコ最後にはやばいよね、もうずっと泣いてたかもしれない、そうなんだ、別れたくなくて、まずね、あのマニオさん聞きたかったのは、まあそれこそスミさんが入る前の、うん、そのイエロー4がいなくなったじゃないですか、で、なった時ぶっちゃけどう思いましたか？あの最初はあのいなくなったと思ってないから、あのそれこそさっきも言ったように4人でコーヒー飲みながらのんきに喋ってるんですよ、喫茶店の窓からみんな走り回ってるのが見えるどう大事な、なだから最初は全然普通に近くだと思っているから、そうですよね、うん、それから連絡取れないって言ってても寝ちゃってんのかなとかはい、はい、そんな感じで割とアンカンとしてたんだけども、まあしばらく何時間かしたらあの助監さんが来て、あ今日撮影なしになりましたって、ね、でもまあその時もまだそんなには深刻ではなかった、いなくなったって思った時にどうしてってそうですよね、どうしてって思いますよね、どうしていなくなったと思って、でその次にえ、もしかしてこれ番組終わる
やっぱそうですね。終わるってなって、うん、だって言えるいなくなっちゃってですよ、ね、どう取るのって。そうですよね。そう、その時点では第10話はさよならイエローじゃないですもんね。違います。何だったんですか。そう、ヒロイン編とブルー編を撮ったの。で、あ、そうなんですか。ヒロイン編もほぼほぼ取り終える、あの、私は看護師さんの格好、はい、格好しててっていう話なんですけど、はい、いなくなっちゃったロケは多分ブルー編の方のロケだった。なるほどね。でも、はい、ほぼほぼ私の方の話は取り終えていて、はい、で、全く同じ話をすみちゃんで取り直すんですけど、台本がね、間に合わなくてね。そういうことか。ただその話はさよならイエローと、うん、あの純登場の回の後ろになったんですけど、はいはいはい、なるほど。ってことは、うん、その後の話で炎の力、そうそう、これ同じ、これは、あ、そう、それはゆきちゃん用の台本。そう、これを、はいはいはい、ゆきちゃんで撮ってた女選手本の。そういうことか。だから、あの、まあ、これ特撮ファンの人は知ってるんですけども、初代イエロー4が、ミカちゃん、ミカが、はい、私はパシンって、あ、やりますね、はいはい、そう、なんか変なんだよね、だからね、私が、ね、だから、強い、うん、とその関係性が全然違うから。確かにそうだ。そう、だからすごいもう叱咤激励されながら、こう、うん、私がヒロインとして成長するって話になってるんだけども、うん、お友達で来ちゃった変だよ。だからもう変だったもん。だから変だったからなんか最後なぜ急に殴られるんだから。そう、だから予告では純が私殴ってるんですよ、予告編では。はい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 、はい。でも本編は握手だった。すごいな。だからそこまでの、そこまでお話を変える余力はなかった、時間はなかったの。なるほど。いや、このだから15話が本当は10、11話に来る予定だったってことですよね。そう、そこで光を守っていたミカがやっぱそのしっかりしなさいよっていうことでやる予定だったのが、給料とは違っちゃったから、新人化だからできないから、新人化しちゃったから分からないから。でも、あのね、最初は叩いたんだよ。でも、だから今おかしいよ、ぶん殴ってからおかしいな、これやっぱ違うなってなったんですね。やっぱ一応殴らせては見たものの、そう何この話、めちゃめちゃおもろいんですよ。やばいな。なるほどね。いや、すごい話だが、いや、でも正直このさよならイエローの回って結構ボリューム感すごいんですよ。まず最初にメイスンが要は反バイオ粒子砲みたいなところを持って、で、バイオマンをやっつけてこいみたいな感じで言って、そしたらイエローが全部イエローが攻撃で、うわーうわーって全部守って、うわーっつって、そう、もうその時もイエロー変身解除しなさすぎてちょっと不自然がこう、おいおい、なんで変身解除、こんなに食らってんのに普通変身解除するじゃんみたいな。でもそしたらもうイエローがもう私は自分の体だから分かる、私はもうダメだわみたいな。で、作戦的にはイエロー4は反バイオ粒子が相手の股間するまで全部自分が受けるっていう作戦出たんですよ。だからこの脚本をこの瞬間に書いて、で、反バイオ粒子のやつを全部なくさせて、イエロー4最後に爆発して死んで、なんなら死んだ後もイエロー4のまま葬儀が行われるみたいな。そう、だから本当にもうイエローが死んじゃうとこちょっと撮ってる時に、まあ、悲しい場面じゃないですか、うん、もう本当に悲しくて本当にどこ行っちゃったのと思ってそうですよね、うん、あれっていなくなってから何日後に撮影したんですか。あれでも本当すぐだよね。いや、すぐですぐ、もうじゃあもう数日、結構見かけんの早かったですね。そしたらね、もう来ないって。もしあの見つかったらもうほぼ撮ってた私とか大菅さんの話がそのままあの流れたんだと思うんですけど、いや大変だったよね。うん、だっていないって言って、いないそう、で、そう、じゃあ若内大変って言って、それでオーディション行ってって言われて、え、私がってなって、で、1週間後撮影入って、で、そこがいきなり三つ編みの石をすみちゃん現れて、だからあの辺は本当に夢中だったというか、そうですよ、うん、で、でもなんか私はとてもあの矢島ゆきさんっていう人のアクションは本当にあの尊敬していて、いや、かっこよかった。ブーツなのによくあんな動けだと思いました。で、その時にファダキャットっていうあの大島ゆかりさん、はいはいはい、あのどちど新社が、あの二人のアクションがすっごすぎて、すごかったね。もう本当に今ポカーって見、本当だから本当考えるのは、もしあのまんまバイオマンがイエロー4が矢島ゆきさんで最後まで撮影していたらどういう話になってたんだろう。
なるほど。自分のキャラも多分全然違ってたと思うし。ですよね。強くなってなかったですよ。強くもうずっと多分優しい、こう、なんかいわゆるお嬢様、まあ、どちらかというと戦隊ぴょこぴょこ現れるんですよ、お嬢様キャラ。はい、そうそう、ジェットマンの岸田さんとかみたいにね。そうそう、豪快のアイムもね。そうそうそう。番組としていた場合には、あのまんま、あのイエロー4が矢島さんだったらどうだったのかって興味はすっごくあります。いやー、なるほどね。でも結果的に前にスミちゃん良かったっていうのはとてもあるんです、うんうんうん、で、やっぱ印象的だったのが、やっぱイエロー4をその、変身後のまま仮装したあのシーンですよね、うんうん、みんなで多分いろいろ話したと思うんですけれども、だいたいまずあのレッドをこうやって持って歩くんですけど、あれ辻井ちゃん結構重いんですよ。ああ、なるほどなるほど。プルプル震えるのが分かって。なるほどね。でもやっぱ辻井さんも本当にあの大変だったねって今でも話します。ああ、そうなんだ、うん。よく乗り越えたよねあの時ねって。だからあの時ジャックの皆さんもそうだし、当時のみんな関わってた人たちは多分同じ気持ちで多分バイオマンをそのまま続けていこうっていう気持ちで多分やってたんだなと思って、あの終わった直後とか数年終わって数年はもう。誰もこの話はしなかった。変わったことさえ、なるほど、まあ、そっか、口に出したらごはっとみたいなところもあったし、それこそもうあのレッドなんかはあれは強いバイオルシがあって、うん、で変わったんだみたいな口になって もうずっと言い続けてたそうですね、そうですね、本当にお話の中で変わったってずっと言い続けていたんですけど、うん、でもこうやってまた今、まあ、皆さんいろんなことを知るようになって、そうですね、はい、ネットとかもね、はい、あれして、はい、いやでもこれはやっぱ本人がねいないから、でも俺やっぱフラフラシスタ TV でいつかお話聞けたらって思うんですよね、ぶっちゃけ。そこですよ、会いたいね。もしじゃあお話聞くときあったらちょっとぜひ来てほしいです。ぜひ。本当に会いたい。会いたいですよね、これね。はい。はい、ということで本当に本日は誠にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、今日来ていただいたのはですね、牧野美智子さん、そして田中澄子さんにお話を聞いていきました。ありがとうございます。それでは最後変身ポーズで終わっていきたいと思います。純パイセン、光パイセン、いくぞ。 OK! 超電子バイバン、またね。ありがとう。ありがとうございます。登場編は最初に撮ってないの、うん、登場編は最初に撮るとちょっとやっぱり重い、大変、私的に。だから、雲時刻の女戦士、うん、これ水着の純と光るから当時もジャックバリバリだったからもうすんごいの気に割れちゃって、撮影終わってからってでももうずっと空白、そう、空白だったの。今回の動画はヒーロー入社さん、山ちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。